こちらが新しい東京土産です。東京駅に初お目見えしたのが東京100年物語キリンレモンサンドクッキー。洋菓子ブランド C キューブとキリンレモンがコラボレーションして誕生しました。かわいい。はい、ありがとうございます。コロンとしたこの形、あー、かわいいですね。いただきます。サクサクコロッと口の中でクッキーがほどけた後にキリンレモンの甘酸っぱい風味がふわっと広がって美味しい。これからの暑い季節にもぴったりの東京土産ですよ。国産バターを使用したサクサクホロホロのクッキーにレモンチョコレートをサンド。爽やかな味わいに見た目のコロンとした可愛さも加わって女性へのお土産に大人気です。こちらの東京100年物語っていうお土産は、東京に本社がある創業100年を迎えた企業様とコラボレーションさせていただいてまして、第1弾が去年の6月に発売いたしました森永様のミルクキャラメルとコラボレーションした焼きキャラメルというものを発売しております。で、今回が第2弾として、キリンレモンサンドクッキーということで2つ目の、コラボレーションになります。東京100年物語キリンレモンサンドクッキー、送って喜ばれる東京土産の仲間入りです。